シンセレホは、コロンビアのカリブ海地域のスクレ県の県と、2016年の人口は26万1187人。カリブ海のモロスキヨワンまで 30km、カルタヘナまで 125km、バランキージャまで 200km 離れている。1535年10月4日、アシジノフランチェスコの成人歴の日に、ゼヌ人の集落を破壊して、 サンフランシスコでアシスでシンセーラホとして建設された。1610年から1640年の間はアロンソ・パディルリアのエンコミエンダに含まれた。1775年11月21日、スペインの船長権技士のアントニオ・デラトーレ、ワイ・ミランダが再建した。1812年、シンセレホは革命僧侶の避難所になった。1887年までに、 カルタヘナ県の先進都市の一つになった。1908年、新設されたシンセレ保険の県都になった。1910年、シンセレ保険は廃止され、再びカルタヘナ県に編入された。1912年、火災によって中心部が壊滅したが、再建された。1966年、スクレ県が新設され、シンセレホは、県都になった。 1980年1月20日、フィエスタス・ゲルデュルセ・ノンブルで、ヘスース開催中のコラレハス競技場が崩壊し、222人が死亡した。標高50から260メートルの山岳地帯で、ある。気候は暖かく乾燥していて、年間平均降水量は500から1200ミリメートルで、ある。北の麓から南の高原に向かって下っており、 シャドウは7から50%である、両方先住民が作る、シンセレホのコラレ派、ありがとうございます。